最近結構モンハンをねちょこちょこやってるんだけども、いやあれはねやる人がいないとね本当にね何やってんだろうって感じになるから、ということで今回の動画はねモンハンにちなんだね動画だから、池袋の東急ハンズでね、ティガレックスなんとか東急ハンズを歩いてたらこうなんだろう、すごいね惹かれたんだよね。すごいんだよこのティガレックス、いろんなね可動域が可能となるティガレックス。ティガレックスといったらさ、こうなんだろうな、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに昔ね、こうティガレックスのね、こういうやつがいて、すごかったんだよ、とにかく言う。俺ね、そう、俺がね、大阪に住んでたら、もう、月1でね、いや、月2かな、USJ に絶対いてティガレックスの写真を撮ってた。っていうぐらい魅力的だったんですよ。アッシュだ！なんじゃこれ、このシステムはなんじゃ。なるほどね。これね、部品が関節ごとに取れるようになってんだよ。これすげえぞ。これはね、可動域すごくなるわ。もうほら。裏とかもね、なんかね、なんだろう。でもなんかこっちから見るとね、すごいチープなんだよね。すげえ、顎も開く、顎も開く。うわー、すごいぞ、これ。顎の形変じゃね？そうでもないかな。待ってね、顎がさ、いや！可動域を変えると、まあこんな感じになって、すごいなと思ったのが、このね、尻尾を切断したやつにもできると。すげー、尻尾切断されちゃったよ。このね、ハンターはね、何に使うんだろう。こうやってくっつけて、こう地面に置くといいんだ。なるほどね。ああ、暇だな。で、今日は何をしようかな。何もないなぁ。おや、あれは、うわぁ、うまそうなキリンだ。へへへへ、おすっちゃうぞ。へへへへへ、さぁ、悪いキリンは食べちゃおうね。